おはようございます。俺の王です。今日もネギの出荷作業をやっていこうと思います。で、今日の動画では、ネギのですね、この束、3本のネギを1束にして出荷するっていうことをやってるんですけど、まあ、この3本束のネギを何本作れるかっていうことをちょっとやっていこうと思います。今6時っていうところですので、これから1日かけてこの3本束を何個作れるかやってみようと思います。まあ、前回の動画でもありましたが、僕たちはシルバー人材さん頼んでますので、9時から12時まではシルバーさん来てくれて3時間、2人手伝っていただきます。まあ、そういう状況で、あとは僕が1人でずっとこの束を作っていくということですね。はい。で、長ネギ非常に安定して、まあ、生産出荷できる野菜になるんですけど、まあ、ちょっと難しいところが、まあ、3つありますね。3つ、まあ、まず1つは、まあ、シンプルに体力的にしんどいっていうことですね。まあ、同じ単調な作業をずっと続けることになるんで、まあ、結構同じところが痛くなってきます。今だと肩とか背中とか、まあ、その辺が痛いです。で、2つ目に、今僕これイヤホンしてるんですけど、音ですね。コンプレッサー使って、それで皮を吹き飛ばす作業があるので、それで結構耳をやられます。すごい痛いです。耳鳴りがします。朝それで起きます。結構大変です。はい。で、3つ目が匂いですね。ネギの匂いです。こちらがですね、畑から収穫したてのネギなんですけど、このね、青っぱのところをちょっとブチッとやってみて、この中見えますか？このネバッとドロッとした何かが映ってますよね。これがほら、こういう風に垂れてくるんですよ。で、これがすごいね、栄養もあるんですけど、ネギ臭さの成分がいっぱい入ってます。なので、これが服につくともう取れません。なんで、僕の作業服は今全部ネギ臭いです。はい。で、この匂いっていうのもまた一つネギの出荷作業の敵であるということですね。はい。まあ、そこの3つを乗り越えて、まあ、このネギの出荷作業っていうのを僕らやってるんですが、まあ、一つでも多く出荷すればそれだけお金になるということなんで、まあ、ネギの束、3本束っていうのは一般的には70から100円ぐらいっていうような相場っていうことなので、まあ、それをいっぱいたくさん作るっていうことが、まあ、当然大事になってくるわけですね。はい。で、今、1日の最高、束数っていうと、この前40袋作ったんで、 40×15 だから600束のネギを作ることができました。で、これがだから70円だった場合は、6,7,4,2 だから42,000円になりますね。で、シルバー人材さんに、6時間だから6,000円払ったとして、36,000円ということになります。まあ、逆に、100円だった場合は、6万円ということになるんで、54,000円が残ってくるっていうことですね。まあ、なんで600束作れれば、まあ、それなりにはなってくるなっていうような印象ですよね。なので、まあ、600束っていうのを安定的に作るっていうこと、またはそれよりもっと多くね、作るっていうことが長ネギ経営の大事なところになってくると思いますんで、今日はそれをちょっとやってみようと思います。よし、じゃあちょっとね、作業の方やってみようと思います。とりあえず一通りやっていきますね。で、ここが、最初の根切りで、奥が皮むきで、こっちで、束ねるっていう作業をやります。で、まあ、ここの根切りの作業はね、結構、まあ、楽な部類の作業なんですけどね、ちょっと厄介なのが、このネギの根っこ絡まってるんですよね、一個一個が。で、ここをほぐしてあげないといけないっていうのがちょっと面倒ですね。
で、これを結構力任せにやっちゃうと、うちのネギ柔らかいからすぐ折れます。なのでここはデリケート作業です。はい、非常に注意して赤ちゃんの手を触るようにやらないといけません。であと、これはもうめちゃくちゃ危険な機械ですから、もう僕みたいなガンダムオタクはですね、こういう一つ光ってるランプが見えると、もうこれはジオン軍だと思うので、はい、気をつけてやります。これね、ちょっと浮かせておくようにしたらね、ここから全部根っこのゴミが落ちてね、あの下に溜まるようになったんで、前みたいになんか詰まってガシャンガシャンガシャンってなることがなくなりました。まあでも後でちゃんと掃除しなきゃいけませんよ、それはね、マナーですから。はい、やっぱここがね、やっぱ一番疲れるというかしんどいし、あの結構任せられない作業になります。ここね、このね、当てるところがまず難しいしね、あとうるさいしね、うん、やっぱここは結構難しい。ここは結構熟練者がやんないといけないとね、いい感じですね。でとにかくここにいっぱい溜めていって、あとはそれを、まあ、測って、まあ、正直ね、今もうめちゃくちゃ太くなっちゃって、あの全然オーバーするんですよ。 350g ぐらいあればまあいいんですけど、もうね 500g 近いんだな、3本で。なんでうちのネギ今めちゃくちゃあれですよ、お得ですよ、あの 150g ぐらい増量中なんでもう2本でね、規格なっちゃうぐらい太いんだから今。だからもうほんと美味しいんでいっぱい食ってください。はい、でこれ今あの新製品導入検討してます、タバネラ君。これをなんか一発でガシャンってできるやつがあるらしいんで、今それを買おうと思ってます。はい、ちょっと間に合ったらね、近々紹介します。まあそんな感じで今日もやってみましょう。まあちょっとね、前の動画でもご紹介したところ重複あるんですが、まあこんな感じでちょっとやってみようと思います。まあおばちゃんたちの許可が出たらね、3人でやってるところをちょっと映したいんですけどね、まあモザイクかけて OK 出たら、撮ってみようと思います。やっぱ3人でね、これさばいてる姿は多分結構圧巻だと思いますよ。あのみんなよどみなく動くんで、やっぱね、午前中だから、その3人頼んでる9時から10時っていうのが終わった時に、もう最近だと25袋ぐらいできてるんですよ。25袋っていうと、まあ大体、まあ、400束ぐらいかな、うん、はもう午前中にできてるっていう感じですね。でなんとなく午後にいろんなお客さん来たりするんでまあ午後若干サボりながらやってる感じなんですけど、まあ、そこをもうちょっと頑張れればね、もうちょっと作れるんでしょうけどね。まあ疲れますんで私もまあちょっとそんな感じで今日もやってみようと思います。
今日の成果でございます。まあ、このネギね、合計39袋ということでございました。あと一歩及ばずですけど、今日はもう早く帰らなきゃいけないんでこれで終わります。まあ40ぐらい作れれば上々ですよね。はい、明日も頑張ろうと思います。